こんばんは。今日はね、あのコメントを昨日アドバイスいただいて、この違うやつで見た方がいいっていうのを教えていただいたんで、そうします。皆さんこんばんは、ありがとう。あ、ここで見なきゃ。わからない。準備が良い、ありがとう。いや、もう昨日アドバイス嬉しかったです。ちーおうさん初見です、ありがとうございます。もえずさん、わからない。三つ編みかわいい、ありがとう。ゆりやさんだよ。iPad 持ってるんだ。はい、お姉ちゃんに借りてます。タツさん、ありがとうございます。なんだろう。あーちゃんさん、三つ編み似合ってて可愛い、ありがとう。タツさん、雪だるま、ありがとう。ともさん、こんばんは。ちょっとこれのタイムラインの表示の仕方が微妙にわからないで、もういいや。ありがとうございます、今日も見てくださって。あの、最初に聞きたいんですけど、どっちがいいですか？アイス、ありがとうございます。明るい方かな、ハルモさん。明るい方がいいかな、じゃあ。あ、皆さんライトあり、了解です。教えてくださってありがとうございます。じゃあそろそろ自己紹介をさせていただきます。アップアップガールズ2期新メンバーの候補生になりました、85番ゆりやです。よろしくお願いします。きょうさん、お初です、ありがとう。ちょっと今日はね、これを書いてみたの、2回目の配信ということで。どうどう、じゃん、あら、かわいい、ありがとう。そう、さっきね、30分前とかなんですけど、ツイッターで今日のイヤリングは何でしょうっていうね、質問をしてみたのですが、正解はキリンさんでした。正解した方おめでとうございます。いや、30分前とかちょっとギリギリでごめんなさい。スクショしてね。そんなのあるのね。大外れでした、残念。はい、どんまいさん、当たったのでなんかください。何がいいでしょう。じゃあキリンポーズ、キリンポーズしよう。キリンかな。ふくぽんさん、部活何してるの。実はダンス部です、こう見えて。そうなんですよ。あ、そういえば今日2月5日何の日か知ってますか。キリンポーズありがとう。お、なしという選択肢が気になった。なんかつけちゃいました。お、シーナスさん、笑顔の日、正解。ニコニコだからだと思うんですけど。こんばんは、初見です、かわいいですね。山崎さん、ありがとう。教えてくださってありがとうございます。 iPad ならコメントって書いてある吹き出しみたいなのを押すとコメントログが表示されるよ。あ、合ってるみたいかな。皆さんありがとうございます。くま
山太郎さん、雪だるまありがとう。そう、雪だるまといえば今日は寒かったですね。めちゃめちゃ寒かった。学校だったんですけど、もう移動教室が嫌になります。皆さんは今日何してましたか？じゃじゃじゃん。おゆさん、昨日と温度差ありすぎでしたよね。そう、昨日すごくあったかかったのに、なんでだろう。シロウさん、もりもり仕事してました。クポンさん、仕事。ヤギ沼さん、お仕事。さきひこさん、暖かいオフィスでぬくぬくしてました。なんだと。いいな皆さんお仕事ですね。やっぱりお疲れ様です。そう、今日ツイッターです、ツイッターでおかえりなさい動画というのを始めました。私、じいじさん、だるまありがとうございます。だるま、そう、おかえりなさい動画っていうのを今日から始めようと思ってて、ちなみにツイッターでごわす。動画見たよ、ありがとう。あの動画があるとないとでは踏ん張り具合が違う。ありがとうございます。そう、なんかいろんなことを習慣じゃないけど毎日やっていって、それが皆さんの生活の一部になればいいなって思ってます。え、ナマピーさん、今来た動画癒された。ビヨーンズが NHK ナウ。本当ですか、ビヨーンズさん、ちょっと見たい。なんかでも今見てる方、私を見てくださいなんてね。ハートたくさんありがとうございますそう、これ見てください。ツイッターのね、フォロワーさんがなんと先ほど800人突破しました。本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。もう今ツイッター、個人ツイッター始めて2日目なんですけど、もう本当に嬉しくて嬉しくて、ツイッターの方もいっぱい更新していきたいと思ってます。あー、皆さんありがとう。祝いそう、たくさんの方にゆりのことを知ってもらって応援してもらえるように頑張ります。そう、そんな感じで今日はね、何を話していこうって考えたんですけど、せっかくショールームもね、ツイッターも始まったばかりなので、このショールームとツイッター審査が終わるまでに叶えたい目標をお話したいと思います。ハラモさん、ハート100個ありがとうございます。本当ありがとう。そう、目標です、具体的なサフさん、こんばんは。ユリアです、よろしくね。では話していきます。まず今見てくださってると思うんですけど、このゆりの個人配信の、あ、じいじさん、ハートありがとうございます。あ、ダスティンさん、だるまさんありがとうございます。クポンさん、かわいい、ありがとう。ごめんね、ちょっと話飛び飛びでそう、今ゆりのショールームの個人配信のアカウントがあると思うんですけど、あの今ただいまのフォロワー、ショールームのフォロワー数が297人の方に登録してくださってます。本当にありがとうございます。
で、このショールームの審査が終わるまでに叶えたい目標の数字を言いたいと思います。ダカ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 ダン、1000人です。どうですか、もうね、夢は大きく。おー、いけるよ、ありがとうございます。ガタガタ様呼んだ。あ、ありがとう皆さん、嬉しい、頑張ります。そんないっぱい配信してたくさんの方にゆりのことを知ってもらえるように頑張ります。そんな感じです。そう、あとツイッターのね、フォロワー数も目標を決めようと思っています。今はそう、さっきも言ったんですけど、800人くらいの方にフォローしていただいてて、目標がなんか難しいですね。でもいっぱい更新してフォローしてもらいたいので、目標は待って、どうしようどうしよう、目標は1500人。ハラモさん1万行こうぜ。そっか、それぐらい大きい方がいいか。もっと大きくいきましょう。夢は口にすれば叶いますもんね。そうだ、もっと大きくいく。だから2000人、目標2000人にします。ポンポン変えちゃうな。ダメだなね、夢は口にすれば叶うって知ってるから。ぜひフォローしてね。皆さん応援ありがとうございます。そう、このねショールームのフォローも左上、右上、右上のハートボタンをクリックしてもらえばお気に入りに登録できると思うので、ぜひぜひまだの方はお願いします。 Love you。 ありがとう、嬉しいな。そう、目標の数字もね、後でツイッターにアップしたいと思いますので、ぜひやってる方はフォローと拡散お願いします。ういたんさん、100回フォローしておいた、ありがとう、できるのかな。みんなさんありがとう。マカロンお兄ちゃんさん、はじめまして、というかお久しぶり、ありがとうございます。ん、生ピーさん、何かキャッチフレーズ考えよう。キャッチフレーズいいですね。そう、昨日ね、あだ名とかも決めていけたらみたいなお話をちょっとしたんですけど、そういうの、ね、考えていきたいです、皆さんと。なんだろうなんだろう、どんなキャッチフレーズがいいと思いますか？似合うかな？トミルさん、ユリーズ、かわいい、かわいい。あっくん、ガテン系。ナムピーさん、みんなのゆりたそ。皆さんありがとう、いっぱい。お、15分経過したって、あっという間。
をしようかな。リホリホカッコカリさん、こんばんは。ありがとう。皆さんたくさんありがとうございます。いいね、いいね。そう、今ねゆりのキャッチフレーズどんなのがいいかなって皆さんに聞いてて、メモさせてください。ちょっとペンペンペン。ん、まおさん、やった、今日は間に合った、ありがとうございます。ちょっと昨日30分前とかにツイートして見れなかったっていう方もいらっしゃったみたいなので、今日は1時間前にふくぽんさん、昨日よりは緊張しなくなったかな。そう、ちょっとねちょっとほぐれたかなって。萌えずーさん、ペンペンペペンペンペンペペン。くもワンナインさん、初見です、こんばんは。こんばんは、ありがとう、くもさんさきりこさん、まだゆりあちゃんのことよくわからないから難しいな。そうですよね、まだ2回目ですもんね、配信。じゃあちょっともう一回、今度これからやっていって、もし思いついた方あれば教えていただけたら嬉しいな。ガチャピソさん、ヤッホーヤッホー、ありがとうございます。よしよし、マカロンヒーちゃんさん、8時配信ということは JK になったの。そう、ゆり、ただいま16歳の高校1年生です。145センチだけどね、身長は。こう見えてウィタンさん、もっとゆりあちゃんのことが知りたいな。知っていただけたら嬉しいな。どんどん配信して知ってもらえるように頑張るよ。うんうん、渡辺さん、みゆちゃんかな、初見です、ありがとうございます。うんうん、たくさんありがとうございます。そろそろ次の話題に行きましょうか。あ、待って、そうそう、目標、さっきフォロワーさんのね人数とかお話ししたんですけど、そのフォロワーさんだけじゃなくて、このショールームで成長して、ん？嘘、待って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 、渡辺美優さんってプロレスの方、ありがとうございます。プロレスさん、あのアップアップガールズ、各プロレスの方、ありがとうございます、嬉しい。いや、ちょっと緊張したありがとうございます、嬉しい。そうね、お会いしたこともあって嬉しいな、ありがとうございます、頑張ります。そう、ここでショールームのね目標を話してたんですけど、あの具体的なことを、数字をさっき出したんですけど、あとまだまだ叶えたいことあって、一つはトークが上手になることです。はいこう一人で話すのも、昨日もハラハラしてたってお母さんに言われて、頑張ろうって思って、あの梶島さんがトークがすごくお上手で、もうあのオーディションの時もすごいたくさん助けてくださって、上手になれるように頑張ります。トークは大事。そうですね、さきいこさん、朝のカジーの配信を参考にしてはどうでしょう。そう、私梶島さんの配信も昨日自分のが終わってから見させていただいてて、あ、もう本当に
楽しませてもらってます。たくさん更新しててすごいなって思います。ゆりも頑張ります。そう、こんな感じで、あともう一つ、可愛くおしゃれになることです。あのアプガニキさんだと橋村莉子さんもすごくおしゃれだなってツイッターとか見させてもらって感じていて、ゆりももっと頑張ります。うん、待ってください。それはもう達成してるんじゃ。いやいやいや、頑張るよ。皆さんありがとう。くもさんかかってきなさい。アプガさんのニキさんの曲ですね。皆さんありがとう。頑張る。そう、あともう一つ、アップアップガールズニキさんのことをもっと深く知りたいなって思ってます。いやもうまだ勉強中というか、ファンの方よりは知らない部分もたくさんあると思うので、たくさんたくさん知っていって、すごい6人のアップガニキさんのメンバーさんとかファンの皆さんのことを知って、ゆりがメンバーにならせていただいたら認めてもらえるように頑張りたいです。おゆさん、どんなこと知りたいの？どんなこと？もういろんなこと。なんだろう、うん、すごい YouTube とかでもう見させてもらってたりするんですけど、それだけじゃなくてネットでは知れないことじゃないけど、なんだろう、そのもっとあのショールーム配信とかも見させていただいて、どんな方なのかとか知っていけたらと思ってます。いや、プライベートというわけじゃないですよ。ハロモさん、ダルマさん、ありがとうございます。シロウさん、聞きたいことをまとめておいた方がいいかもね。なるほど、参考にさせてもらいます。ありがとうございます。そう、皆さんたくさん教えてくださったら嬉しいです。と、今回のオーディションは通算何回目？と、今回のオーディションは37回目です。たくさん受けてます。あ、皆さんたくさん教えてくださってありがとうございます。カジシマさんちの猫はミミちゃん、メモですねこれは。今26分、だからまだ30分は配信してないですね。ありがとうございます。あ、待って、37回目じゃないか。え、待って、そうだそうだ、ちょっと待ってください、後でちょっとちゃんと数えますわ。すいません。メモメモしてます、すいません。見えちゃった。なんだっけ、あ、そうだ、そう
ぞ。オーディオの回数あ、だるまさんありがとうございます。音符ありがとう。今908人の皆さんありがとう。ゆりやっています。高校1年生16歳、145cm です。今は目標をお話ししていたところですが、話題は変わります。変わって、昨日ね、そう、さっきもちょっとだけ話したんですけど、自分の配信が終わってから梶島さんのショールームを見させていただいたんですよ。何時、何時からだっけ。そう23時から23時半までのショールームとか見させていただいたんですけど、ギターをやってらっしゃったんですよ、梶島さんが。ちなみに私もねちょっとやってたりするんですけど、弾き語りをやってらっしゃって、で始めたのが3週間前っておっしゃってたんですけど、すごい上手で、3週間ですごいって思って、いや私も頑張ろうって思いました。そうですよね、あれ3週間って上手くない？もう私3週間の時とかもじゃじゃーんみたいな、もうできないかったんで、本当にすごいなってちょっとコメントがなくなっちゃった。もえずさん、ゆりやさんは何週間何週間ちょっと分かんないですけど、1年ちょっとかな。1年って何週間、暗算できないです、私。スイナさん、家事は絶対音感もあるからすごい、ね、ちょっとおっしゃってたのを聞いてすごいって思いましたね。50週間くらいかな。なるほど。カジーさん、見てくださってるんですか？ありがとうございます。いや、ちょっとお話してて緊張しちゃう。特技は花リコーダーなんだよ。ゆりたんも花リコーダーやってみて。いやできるかな。いや、待ってください。梶島あやさん、今来ました、ありがとうございます。緊張します。そう、今梶島さんの話をさせていただいてました。やらないで了解です。梶島さんの言うことは絶対ガンマちゃんさん、こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。ゆりやです、よろしくお願いします。できないと思います。本当にすごいです、お上手で。いや、どうしよう、ちょっと緊張しちゃいます。たまたま来たらお話ししてくださってて嬉しかったです。そんな、緊張します、ありがとうございます。初見です、とっても可愛いですね。ありがとうございます、よろしくお願いします。そう、昨日梶島さんのねショールームを見させていただいてて、ギターがすごかったということで、私も頑張りますという話でした。そんな感じ。そう、それでねちょっと思いついたんですけど、このショールームでゆりのねギター特訓とかやってみたいなって思ってて、まだまだ上手じゃないのでギターが、その。まだ練習をショールームでするという、ちょっとずるいかないいかなって思いました。どうかな、どうかな。
1000人超えた。ありがとうございます。嬉しいです。アプガニキさん、新メンバー候補生の85番ユリアです。よろしくお願いします。カジーと同じことに挑戦してどっちが上手くなるかとか面白そうです。いや、そんな光栄でございます。あー、梶島さん、パチパチパチありがとうございます。頑張ろう、やってみたいな。ういたんさん、ハートありがとうございます。的な感じです。そう村正さん、ギターと花里子の共演も良さそうだね。すごい、共演やってみたい。セッションって言うんですかね。すごい、いいな、いいな、憧れます。頑張りますそう、そう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 、話題は変わります。いきなりお話ししたいことち今日はちょっとたくさんあってごめんね。昨日 YouTube で YouTube、 うん、そう、このオーディションのね特番が更新されたんですよ。皆さん見てくださいましたか。あ、梶島さんまた来ます。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。本当にありがとうございました。嬉しいな。萌えずさん、やりたそのとこだけ見た。そんな、嬉しい。ありがとう。あ、チェックしてませんでした。ぜひ見てね。ちょっと、でもね、あれよりも見させてもらったんですけど、まだまだですね。ちょっと話すのが上手じゃなくてクーってなったけど頑張ります。後で見ます。見てなかったから見る。ありがとうございます。うんうん、この部屋暑い。ストーブつけちゃった。お、八木沼さん、リアルタイムで見てた。まさか出てくるとは思わなくて震えた。ありがとうございます。クーってなって、ゆれちゃん見たかった。クーってありがとうございます。ね、やっぱり見返してみるとね、不思議な感じなんですけど、悔しくなりますね、そういうの。ストーブ消しに行っていいよ、コポンさん。ありがとう。じゃあ一瞬、じゃあね、何秒で帰ってくる。3秒で帰ってくるね。ストーブ消しに行ってきます。ありがとう、消した。で、うんうんうん。ハロモさん、声の可愛さでカバーできる。あと初々しさを前面に出せば君の勝ちだ。そんな、頑張りますわ。どんどんアピールしていきます。ストーブ消したの早かった？得意技にしようかな。こんな素早いユリタス初めて見た。素早いですよ、いつも。でもね、ユリ走ってるのとかね、友達にね笑われるんですよ。なんか朝ちょっと遅刻しそうな時とか走るんですけどね、なんかユリが走ってるのが不思議じゃないけど、走るイメージがないって言われました。
勝負消す選手権でオリンピック出れるでを頑張ります。特技にしようかな走ってる動画も楽しみにしてます。やだそんなとっとこゆり太郎なんかすごい語呂がいい。ゆりやダッシュ懐かしい。いやゆりも走りますからね、素早いよ。あでも得意なのは短距離よりも中あ間違えた短距離よりも長距離ですね。そうこんばんは、ありがとうございます。ナーピーさん、運動音痴な感じですか？どうだろう、一応ダンス部でダンスもやってたのでダンスは一応できるんですけど、運動球技はあまり得意じゃないですね。はい、あの森崎です。森さんありがとうございます。ありがとうございます。やばい、緊張します、どうしよう。ありがとうございます。そうやばい、頑張りますそう今はねあれですね、運動音痴の話を してましたよね。そう、そういうこと。短距離よりも長距離が得意です。でも球技はできないです森さん、お久しぶり、オーディション受けてくれてありがとう。いや本当にお久しぶりです。こちらこそありがとうございます。うん、嬉しいです、またお会いできるそう、たくさんお世話になったのでもう一度お会いできたら嬉しいなすごく嬉しい本当に嬉しい。森さん、腕相撲で倒そう。えり、腕相撲弱いんですよいやこれもし倒せたら伝説になります無理です、そんな頑張ります。イライラ、筋トレもね頑張るそう、なんだろう、あそう、もっと聞きたいことがねあったんですよ。もう一つ、ツイッターあるじゃないですか、ツイッター、ツイッターこれで、今ね、そうそう、まだあの業務連絡みたいなツイートしかできてなくて、ちょっとちゃんとしたね、これ日々のユリアがね、お届けできてないと思うんですよ。なのでツイッターでやってほしいことを知りたいです1500人突破ありがとうございます。ユリアです、よろしくお願いします。ポータさん、フォローしたよ、ありがとうございます。いってらっしゃい動画、おー、でもね、あの更新できる時間っていうのがルールであって、16時から21時なんですよね。これ時間的にどうだろう。待ってください、ダンス部的な踊ってみたとか、踊ってみたいいですね。そうそう、まゆさん、メンバーさんが、まーちゃんさんが踊ってみたとか YouTube とかに上げてらっしゃって、すごい見させてもらってます。すごいたくさんありがとうございます。メモします。
そう。あコーデとか走る動画よう相談ですね。自撮りたくさん欲しい。自撮りうざくないですか。大丈夫。睡眠障害新聞読みたいです。新聞とかね、書き物好きなんですよ、ゆり。そう、こういう絵描いたりとか好きなので、そういうのもやってみたいな。もぐもぐ動画、なるほど。あ、そう、リップ編とかしてくれたら踊り狂うほど喜びます。あの、して大丈夫か、その今日質問をして大丈夫ということだったので、いいねとかしてもいいですか。皆さんたくさん返信してくださって、ツイートにすごい嬉しくて、あの、そう。ありがとうございます。あお願いします、無理しない程度に。ありがとう。してして、やった。お、ありがとうございます。じゃあできたらなって思います。あと、そう、質問のリップ編っていうんですかね、そういうのもやっていきたい。おやすみ動画。あ、パパパパパ、そろり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 って面白いですよね。ギター練習風景、なるほど。食べ物、お絵かき。ユリアフォントの書き方、何字は特徴的かもしれないし。あ、ありがとうございます。あ、森さんから質問。アップが2に入ったらどんなアイドルになりたいのと、アップが2期さんのメンバーさんに選んでいただけたらの、その今いるメンバーさんとも一緒に常に上を向いてアップアップしていけるようなアイドルになりたいです。挑戦と努力をし続けていきたいです。緊張した。そう、もっとちゃんと喋れるようにならなきゃ。頑張ります。質問本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さん顔赤いね。そう、あ、ちょっと暑かったみたい。消してみる。どっちがいい。さっき明るい方がいいって言ってくださった方もいて、明るい方がいい。すいません。あ、暗くても、まあまあありがとうございます。あ、森さん、学校ではどんなキャラクターなの。うん、どうだろう。あ、あれですかね、小さいからすごいいじられることが多いなって自分は感じてます。あの、よくね、やられるのがあるんですけど、あれ、ゆりどこって言って、めっちゃ近くにいるのにやられるんですよ。ここにいるよってやると、小さくて言えなかったみたいな。そう、ふざけてですよ。あの、友達背高い子が多いんですよ。
何の話だって感じ。いじめじゃない。いじられキャラなんだ、かわいい。いやもうね、小さいのはもう仕方がないと思ってプラスにしていきたいです。あ、もう47。こうさん、明日会社でやる。怒られちゃいますよ、気をつけて。ありがとうございます皆さん。あ、待って、2000人突破ありがとうございます、嬉しいです。たくさんの方に見ていただけて嬉しい。ゆりあです、よろしくね。本当に嬉しい、本当にありがとう。子供かって何ですか。高校1年生ですよ。JK、 花の JK、 大人っぽくなりたいな。終わる前に壇上の人の名前を呼ぶと皆さん喜びます。そう、昨日ちょっとできなかったんですけど、ランキングっていうんですかね、の読み上げたいと思ってます、お名前。クポンさん、ハートありがとうございます。これをやることにした。ダンスはパワフル。大きく踊れるように頑張るよ。中学生に見える、なんだと。実際に会ったらそう思われちゃうかも。かわいいハート、ありがとう。いやー、ありがとう。顔熱そうだからアイスあげました。ありがとうございます、アイス大好き。あ、森さん、また見に来るね。いろいろ答えてくれてありがとう。本当に見に来てくださってありがとうございました。頑張ります、嬉しいです。いや、本当にメンバーさんに来てもらえるのってすごい緊張します。頑張ります。だるまさん、ありがとうございます。だるま、チェキ取るとき、どこどこネタしていい？そんな、いいんですか？チェキとか取りたいな、ぜひぜひ。雪だるま、ありがとうございます。ウイタンさん、今暑い。つなりさん、初見です、応援します、ありがとうございます。嬉しいな。もう50分になってしまった。ゆり、9時までなんですよ。21時までのシンデレラなんて。そう、終わったらね、ツイッターも上げたいと思ってるので、あまりギリギリまで更新できなくて、配信できなくて、ごめんね。みーさん、自分のことをゆりって呼ぶのかわいい。一人称はゆりでございます。いや、本当にたくさん見てくださってありがとうございます。こんな、あの、トーク力がないゆりですが、もっと成長していけるように頑張ります。ハート、ありがとう。ハート、ありがとうございます。そんな感じ。ムイズーさん、なんちゃってポーズ。あ、これ、あ、入ってないし、これはごめんなさいねでしたね。ごめんなさいね。
前回よりも全然成長してたよ。本当ですか？嬉しい。毎日ねレベルアップしていきたいと思ってます。ゆりのショールームもツイッターもどんどん成長していくぞ。よろしくお願いします。応援。そんな感じで、じゃあ最後にね、なんだろう一人で1時間話せるのすごい、ありがとうございます。そう、エンディングに向かいたいと思います。私のショールーム最後にはね、そう、スクショタイムとランキングを読み上げたいと思います。あ、皆さんありがとうございます。コメント、スクショタイムはこれにしよう。アーセール、これ毎日こうやってゆりのね、こういうのを書いていきたいと思ってます。スクショタイムスタート。光りすぎ、これは息が。今日はキリンだったからキリンアピールしようかな。自分が映んなきゃ。これは光りすぎ。ありがとうございます。54分だ、急がなきゃ。ごめんね、ポーズが大好物なんやで。あ、こんな感じ。ありがとうございました。半目だった、ごめんよ。あげちゃダメだぞ、振りじゃないぞ。はい、では本当に見てくださってありがとうございました。最後にランキングを、1位、あ、何位から言えばいいんだろう。ちょっと待ってください。初めて見たけど癒されました、ありがとうございます。頑張ります。と13位の方から読み上げたいと思います。13位、トラさん、ありがとうございます。フルポケのすずちゃんが見てる、星投げてる、ありがとうございます。頑張ります、ありがとう、ありがとう、本当に嬉しいです。13位、トラさん、ありがとう。12位、なあこさん、ありがとうございます。可愛い女の子の。11位、くま太郎さん、ありがとうございます。ここにいますよ、くまさん。と10位、はるもさん、ありがとうございます。昨日も見てください。9位、ふくぽんさん、ありがとうございます。8位、はいどんまいさん、ありがとうございます。と7位、キャバリアーズさん、ありがとうございます。ワンちゃん、ワンちゃん。と、え、今どこまで行った。7位、6位、5位、萌えずーさん、ありがとうございます。ハート。と4位、見えない、大丈夫かな。3位、ザスティンさん、ありがとうございます。シャキーン。2位、ジージさん、ありがとうございます。カッパ、かわいい子の、これカッパ。1位、タツさん、ありがとうございます。オオカミ、ありがとうございます、感謝。あ、ちょっと待って、時間がない。そう、そんな感じ。見てくださってありがとうございます。2687人、嬉しいな。配信楽しかったです、ありがとうございます。ワンちゃんに負けた黄色い猫。皆さんありがとうございます。
こんな感じで今日の配信終わりたいと思います。ツイッターも上げるのでぜひ見てくださったら嬉しいです。明日もショールームやりたいと思います。じゃあまたね、おやすみなさいです。ありがとうありがとう、バイバイ。